前のもちゃんです。というわけでね、ポケモンカードの対戦動画でもちろんダンドラさんに来ていただきました。へい、で、今日は V にも VMAX にも勝てちゃうスペシャルなデッキを考えてきました。騎乗論最強のパターン、騎乗論最強デッキ。あー、これサムネ決まってもうてます。騎乗論最強っつって、はい、で、コメントでジュナイパーはどうするんですかって言われて、先輩からの意見は面白いな。はい、やります。はい、お願いします。やっちゃうよ。やってまいますか。やっちゃいます。封印するわ。ドキンダム来た、うん、覚えてね、これだって多分。最初はグーじゃんけんぽいアイコでしょい。先行だ。まあよかろう。先行の先行の男。うん、オッケー。じゃあお願いします。お願いします。ドロー。この特区 V か、変わったカード入れてるね。グレイシア V 出します。なるほどね。で、氷結界の竜グレイシアね。まあそうね、オッケー。氷結界の英語名かっこいいよね。トリシューラドラゴンオブジェアイスバリア、うん、ドラゴンオブジェアイスバリアクソかっこいいわ。わかる。で、まあ要するにこういうことですよ。こいつは V に強くて、こいつは VMAX に。ああ、なるほどね。なんか俺単純になんか、入れてるカード今間違えたんだって固まったわ。合ってます。そう、あれこれリアクション取ってええかってちょっと。ああ、なるほどね。了解了解。まあやりたいことは理解したよ。で、デドダム。お、いやダメ、俺、宗教上の理由で違う、デデネだったわ。あ、そうね、うん。でもさ、どっちもめっちゃ言ってね、最近。デドダムとデデネ。そうか。で、うん、エキサイトステージ2枚。Okay、ああ、結果的にそいつ前がかなり上手い状況になってるな。で、バー盛ります。先はんなよ、1枚。手札減らせなくなった。うん、ああ、まあでも悪かないね、悪かない悪かない。ああ、白馬か。そのね、先行で白馬に手張りされた勢いたるや、南半球を駆け抜けるね。どういう状況。いやー、むずいね。なるほど、両縛りってわけだ。結構むずい、それは。戦い方をね、試すという、うん、そうだね、戦術ですよ。ちょっと俺もここで学ばせてもらうわ。マンスはポケモンコミュニケーション、クロワットビー戻す。まあ雪道がないだけマシか。いやー、まあグレイシャーの相手をするにしろしないにしろ無限大な必要になるんよ多分。そうだろうね。結局その白馬の相手をしなきゃいけないから、まあダイナフリッツからいきましょう。始祖の力、始祖の力手札に加えますと。風船か、うん、風船とコロトック組み合わさるとなんかすごいいい気分になるわ。うん、よいしょ。かなり気持ちいいね。このジグザグマはちょっとまあ壁だな、さすがに。しょうがない。なるほど。で、これはね、うん。無限ダイナ出す前に穴抜きの紐だな。うん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 。高特区の引ける枚さ1枚減らして。これ、いやらしいなぁ、うん。いやらしくなってもうて。これもありだな。うん、ってことは手札に入れ替えがあるリセスタ打った方がいいか。こいつの専用アイテムを知ってるくない？やるじゃん。うん。今思い出したぜ。スノーリーフ。博士、マグノリア。危ね。世界チャンピオンいた。マグノリア。マグノリア。あらり。二匹展開でジグザグも飛ぶのか。エンペラーライドまで見越して持てます。この状態でエンドすることで、エンペラーライドと落ちないと。うん。水根の達人だな。まあ、ただそれは紐が裏目にはなるか。いや、俺サイドを取られちゃダメな気がするんよな。なるほどね。で、まあ確かにジグザグの1枚って結構重いよね。重い重い重い。ここでね、やすやす渡す人はね、うん、まあ、俺も含めていっぱいいるよね。うん。無限大ナビ出すわ。はい。で、うん、風船つけます。はい。ダイナマイ。ダイナマイとか。ダイナマイと、で、まあ、これで一応、ひもケアもできていて、手張りをする。うんうん、これでバーンを。アクセルの30点は取らない。ああ、ちょっと、しないね。なるほど。じゃあ、白馬が効いてるわ。終わり。いいね、白馬のプレッシャー。ドロー。はあ。意味もなくマーシャド出すわ。割っとく。スースク。あー、サブスクだ。これね、500円払っちゃったよ。減らしたいだけ。こっちは。でねこれねむずい。ガンスルーされて言ったらさ、うん、エネルギーなんだ。あー、なるほどね、はい。こっちに貼ったら氷結覚醒ができるんだよね。はいはいはい、こっちに貼ると、まあ何がしがね、そうそうそう、サイドが取れる可能性がある。だけど俺はこっちで行くわ。なるほどね。で、エキサイトステージ2枚。いや、エキサイトステージ欲しいな。これで、氷結覚醒、うん、OK、 1枚引きます。
あーなるほどね。これはちょっとでもそちらを助けてしまうカードにもなるが、まあ動くわ。リーマ？リーマって何？マリー。うん。グレイシアだ。グレイシア強いね。グレイシアだ。グレイシア強いんでしょここ。困りマックス。困りますわお客様それ。うん。これ強いんだよ。となるとガルファイア出してすぐ起動が理想的なんよ。よくあった。ガルファイアだ。あガルファイアはあるのか。ダイツララ1回は撃たれても大丈夫だけど2発撃たれるのはきつい。指導が遅れた時のことも考えるとお守りはつけておこう。ツールスコも使っちゃったからな。うん、マリで。はい。まあちょっと手助けになってしまうが、ピコッとクロバット V 回収して、うん、まださあります。回すね。ポケモン通信でクロバット戻してクロバット回収。どんなに回しても俺のグレイシアは攻撃を受けない。あなたは決して勝利に届かないってか。何それ。なんだっけな。なんか、ヴァンガードのね、うん、G ユニットで、ね、いた。この数少ない情報からちょっと。すごい覚えてるね。コメント欄で教えてもらうわ。なんだっけな、ラファエルかガウリールだったな、ブラックセラフ。という話はどうでもよくて。うん、なるほどね。ああ、これめちゃくちゃ上手れたら、この番殴れるのか。めちゃくちゃ上振り期待して持ってます。でも付け替えあるなら結構、まあでも入れ替え手張り悪影に落とす方法だから結構この5枚で引くのはきつい。クイックボールだけだもんな研究打ったら。うん、あと入れ替えとエネも引かなきゃだから、まあ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 そううまくはいきませんがな。まあ先殴り意識していきますわ。こっち手張りだな。うんうん、終了。ドロー。なるほどな。手札今何枚。5か。1あるなそれは。5クイックボール。はー、うん、はい。何でもないです。デデネジ X 持ってき申して、うん、ディザスター出れんねんね。何それデッドダウンってことか。で持ってきて OK 一回もいいやから。ああそれはあんのか。ちょっと一歩 C へと近づいた説がある。でえね OK 現在1枚増やしちゃうけど、うん、スタンプどう。 OK 今はねこっちの方が大事。はいはいはい。あいつを倒したい。せやな。わかるよ。期待値3枚。オッケー。ここ。ああ、やばい。ボスで、ボスで、ボスでやばいか、これ。ボスでやばい。デルチェンジ。やばい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 ってー。まあ、俺、違う勝ち筋見てるけどね。なるほど。6枚。ふっ。くー。来たか。このね。あれは来たか。乗り越えられたか。無限大なを育てられてないんですよね、こいつのプレッシャーのおかげで。こっちだったかな。風船、okay、スノーリーフ、舐めすぎたか、ちょっと。で、ダイランス、25だな。2枚。いやちょっとそれは対戦相手を舐めすぎたかもしれない。強いよ、俺ダイナブリッツ。1枚。王家の力見せてみな。キックボールで。はい、いくだったらしょ。じゃあ俺もこの番殴りに行くよ。まあ、それはマスト。俺がまあ可能性の一つとして考えたのは、うん、ジグザグマ2回とボスのパワーアクセルでこいつを先に来るかっていう。ああ1枚取ると、うん、この対戦そのグレイシャを突破できないとなるとボスの枚数が重要になるわけよ、うん、でボスで取れるうちに取りたいって思ったんだけど、ただ前がそいつであれば結局ボスの要求値は変わってないような気がしたのでこうしました。相当深いところまで行ってるね。ふっかふかよ、うん、強気に行こう。アクエネルギーつける。はい。ガラルファイヤー出して、ね、これはまあダイナ引けると信じてジグザグマ出します。感触へとう。感触へとう。1点。博士で博士。ボスではない気がする。削っておきたい。進化してクロバットを。そうだね。かな。うん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 。いや大変使われたら悪くない悪くない。でもね責任は取ってもらうわ。マジか。なるほどね、うん、いや無限大なこれマジで。ガラルファイヤーでステージ進みすぎなんだよな、そのデッキ。そうだね、うん、相当ステージ進んでね。手割りもした。はい、オッケー。十分火力は、うん、ドレッテンド180ダメージだ。180ね。終了。いやーこれ痛手だな。こんなにこのターン入ってしまうとなるとグレイシアで戦うことになる。なるほどね、うん、フライドチキンのお礼だよ。ドロー。何それ。いやなんかファイヤーが死んだから。いやいや氷漬けだから。冷凍だから。冷凍冷凍食品ね、うん、意味を聞かないでくれ。じゃあメロンを使うよ。お母さんメロンママを使って加速するのはね。もうここはグレイシャでいくよ。マミーポコパンツか。了解だ。赤ちゃん本舗よ。
そしてクイッキングボーリング使って次の白馬を持ってきておこうかな。逃げます。風船ナウ、風船ナウ、了解で、でエネを手割って、うん、まあ受けよう。それは技大つらら150ダメージ、相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージということで、クロバットに3点。クロバットね。イエス。いろいろ考えた結果、うん、圏内に入ったか。1枚はい。忘れず邪縁。はい。クソ、1匹に落とされたのがなかなか効いてるぜ。ビッグカードつけまーす。つけてもう出ます。つけてもう出ます。してこれはね、ちょっとサイドから回収したいカードがある。なるほど。それは受け入れる。うん、さあ、あとはそいつとの戦いってわけかい、お嬢さん。 Yes, I do。 フラッシュのあれの枚数を確認。2枚、3枚切れてる。 OK、 じゃあ関係ない、進化していい。 OK、 じゃあドレッドエンドで、はい、切れさせます。大丈夫、3枚、190入ってて6体だから18で切れす。終了。うん、まあコロトックから手札は結構あるから使わないかもしれないけど出しましょう、うん、ドロー。では待って出ましたと言わんばかりにリセットスタンド。 OK、 それは受け入れる。クロバットまでいっぱいいるから、こいつは3-3で取られてしまう可能性は出てくるけど、うん、出てきてガラルファイヤーを食いたいから出す。なるほど、うん、で、どうだろう。もうね、分かったわ。分かった、まあ、無限大の VMAX いいっすもん。いい、もういいっす。ボス何枚あります？2枚。2枚あるんでしょ、うん、まあ一般的には3枚。まあ入ってて3枚や、3枚いってる。3枚いってる。了解っす。まあ入ってて1枚でしょ。まずいな。だからこうなってきたら私らが V 使います。あー、なんか読めた読めた読めた。これでだいたい読めた。ボスの指令使います、はい、クロバット V。 いやー、これ最速プランか、おじさん。そしてクイックボール使います。 OK、 クロバット持ってきます。クロバットね。特製エキサイトステージ2枚。 OK、 手割り。ふー、逃げます。ふー、グレイシア VMAX 出して、そしてこれで大つらら150でさっきの30と合わせて気絶させ、残り30はんー、じゃあガラルファイヤーに乗せようかな。ふー、2枚やってくれるね、なかなか。ここはね、事情あってのジグザグマ。わけあってね。うん、わけあって。1枚。あー、なるほど。ボスが、残り1枚か。ほんとか。ほんとにあんのかよ、4枚目。1枚か。ジグザグマ、前に1点。でも確かにボス4枚入ってる構築でシティリーグ優勝してた人いたな。そういうわけよ。サイドが2か。いやー、ちょっとここも俺リセスタが必須になってくるな。ダイナじゃ通んないのか、攻撃が。苦しいところだぜ。強いべ。ボスがないから、どっかで俺攻めなきゃいけない。あ、今の手札にボスがないってこと。あ、そうそうそう、今の手札に。そう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 。ここは、いや、もうこれは、水得ねないお祈りだな。はいはいはい。それしかない。まあ、こいつと戦うには、ガラルファイヤーを出さないといけない。そうそうそう。でもガラルファイヤーを出すと、そうなんよ。こいつが控えてるというわけか。美しいじゃないか。これ俺は天地魔刀の構えてるんで。美しいじゃないか、なかなか。受けてたと。ファイヤー前だ。はい。ナイターセット。5枚。OK。手札干渉、声。ん ?1、2、3、4、5、6。無限大な部位。はい。7。いや、もうこれはしょうがない。はい。手張りだ。手張り。博士。なるほど。来い。スタンプ。まあ、引きそう。スピード。まあ、引きそう。ないのか。となると、うん、まあ、おおむね負けだが、最後まで天井を全うする。ジャイアンの翼だ。はい。ちょっと待って、アクエネないから、アクエネないから、ちょっと待って、博士で捨てた手にさせて。オッケー。オッケー、よし。オッケー。ジャイアン使います、はい、手割り。はい。ごめんね。全然大丈夫。俺もね、なんかね、あったっけなと思ってはいた。ちょ、ごめん、俺の確認不足だったわ。大丈夫。博士でアクエネ捨てました。はい、で、ジャイアンでつけました。はい。で、手割りしました。耐久がこれで、ノックバックで16か。耐えるんだよな、ダイツララはな。まあしょうがない、オーラバンだ。はい、200、まあ、これしかないもんね。うん、ドロー。ターン稼いでもしょうがない。まあ、エネはないんですよ、なぜかね。なぜかない、バグでリセットホール。オッケー。ってことは、お母さんか。で、
実は未然に引けない可能性がある。実はあるよ。実はあるか。ポケモン通信でクロバットも出して、で、なんか希望出てきたよりらしい。一応ね、うん、まあ多めで負けだが、グレイシア持ってきてクロバットを、ま、山に返すのか。そう、研究で引きに行こうかなと。ああ、なるほどね。そうそう、了解了解。結構ね、今山札見るけど2枚しかなかった。なるほどね、うん、前でも引くんじゃない。じゃあグレイシア手札か、出さずに。出さず、うん、オッケー。シュッ、上から10枚下で。めんどくそ。10枚下で、ルールなんでね、はい、うん、今ダブルインバースのレッセージの方が流れてるわ。オッケー、ドルザバードの、ね、ドルザバードの流しとくわ。テン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 、そうか、ボスでもサイド取りきれないのか。そうなんだよ、こいつ火力は低いんだよな。さあ、メロンは当たりじゃないぞ。そしてスノーリーフバッジの効果で逃げるエネルギーは全てなくなっている。そういうことか。まあ逃げるのも逃げれるんですけど。やんじゃん、少年科学探偵団。そしてこれはエンペラーライドでも 1,2,3,4,5,6,7 倒せる。エンペラーライド、いやー負けたか。ワンチャン勝てると思ってたんだけどな。これはかなり完封勝利という感じなんじゃないでしょうか。まあせやな、やりたいことできたわ、うん、このプレッシャーさすがに日本代表レベルのプレイングでも感じた。まあかなり感じたね。いやなんかあとあれだ、あの横浜で俺の相手を無限ダイヤでしてた人らに申し訳なくなった。なるほどね、うん、ザマゼンタ V とザシアンのそうそうそう、あのプレッシャーを感じた。そう、なんかあんなひどいことしてごめんって思った。そう、でも確かにそうだよね、これザマゼンタとザシアンだ。まあそうだね、やってることそういうわけだ、うん、というわけでね、いい試合をお届けできたんじゃないかと。で、デッキ紹介でちょっと語ります。それ最初。はい、というわけでデッキ紹介ですね。白馬ラインが 3-3、 グレイシェラインが 2-2、 まあ基本的には白馬で戦っていくことになると思いますね。で、モスノーライン 2-2 入れてますが、まあこれはなんか使わなくても戦えるとは思うんですけど、あのまあ暇な時に出しておくとね、エネルギー不足になった時に、これで解決できる可能性があるので入れてます。で、クロバットデデンネ、私らがコロトックマーシャドウですね。まあ基本的にはあのデデンネとかクロバットで回していくことになります。で、スタジアムはね、相手の雪道でグレイシャの特性封じられちゃうときついんで、コントのうねり2枚入れてまして、クイックボール4、通信3、進化のお香2とね、結構ねボール系多めに、気持ち多めに入ってますが、まあ、進化ラインがね3種類あるっていうのと、まあ、クロバットでデンデンで回していく都合上ね、まあ、こういった感じの配分にしてます。で、入れ替え札なんですけど、風船が3枚、スノーリフバッジ1枚、ポケモン入れ替え2枚となってまして、まあ、正直ちょっと多いかなと思ってるので、ここはね削って別のカード入れてもいいかなとも思いますね。で、バケツ1枚、ツールスクラッパー1枚。ツールスクラッパーはやっぱり相手の大きなお守りがついたタッグチームなんかをね、あの白馬で倒しやすくなるので入れています。で、サポートが博士4、メロン3、ボス3、ダンデ1となってまして、まあ、ダンデが入っていると、まあ、ダイランスがね280出て、まあ、あのタッグチームなんかに強くなったりするんで入れてますね。私らが拾うような動きが強いです。で、戦い方としては動画でも紹介したように、まあ、白馬とグレイシアを使ってね、相手が V で戦ってくるのか VMAX で戦ってくるのかっていうね、ところを、うまく誘導しながら戦っていくような、展開になります。で、まあ、リセットスタンプでね、相手のボスの指令を流していくっていう動きがね非常に大事になってくるんで、まあ、リセットスタンプの使いどころは結構考える必要がありますね。というわけで皆さんもグレイシア VMAX ぜひ使ってみてください。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。